どうも、兄です、今日はですね、爬虫類館に生き物 YouTuber のガヤマルくんが来てくれたんですけども、こんにちは、ガヤマルです。なんかお土産があるっていうことで大量のカエルなんですけど、これアフリカツメガエル。でもこれ買ってきたんじゃないんですよね。そうなんです、取ってきたんですよ。こんなん取れるとかあるんだ、やば。これ何匹ぐらいいる？これ大体250匹います。マジか、やば。でももうこれ取り尽くした感じ？いや、まだ全然いて。マジか、全然取り尽くせないです。そんなとこあんだ、終わってんな。今回ちょっとこれをね、ガヤマくんのチャンネルの方でうちの生き物たちのね、餌として与えてくれるらしいんですけども、餌用じゃないのもいるんですよね。そうなんですよ、こちらちょっと見ていただきたいんですけど、でっか。え、マジこれ、うわ、でっか。マジフルアダルトじゃん親サイズだ。ですね、こいつらの子供かもな、こいつ。うわ、これはね、ちょっともう立派すぎてすごい感動するレベルなんで、ちょっと爬虫類館で飼育展示させてもらおうと思います。ありがとうございます。いえいえ、ぜひぜひ大事に飼ってあげてください。はい、はい、こんな感じでね、トップクリエイトさんのアクリルケースを購入してまいりました。横40センチで奥行き30センチ、高さも30センチのタイプのケースですね。めっちゃクリアでね、継ぎ目もないんで綺麗に観察できますね。ここでこのアフリカツメガエル飼育展示していきたいと思います。早速ご飯を与えましょう。冷凍の赤虫、体が大きいんでね、5ブロックほど。もう早速食べてますね。口から赤虫がはみ出てる。この細長い指の生えた手で前方の赤虫を口の中にかき込んでいます。もう一回り大きい方はボケーっとしてて全然食べてないですね。どうした、こっちの方が食べてるこれピコピコ手を動かして書き込む様子がすごく可愛いんですよね。アフリカツメガエルってよく爬虫類とか魚の餌用とか実験の解剖用に使われたりするカエルだったりするんですけど、飼育してみても普通に可愛くて楽しいカエルです。アフリカツメガエルはその名の通り、後ろ足にこの黒い硬い爪があることでツメガエルという名前になっています。無舌目という分類で、名前の通り舌がないので普通のカエルみたいにベロを使って餌を捕食することができません。なのでその代わりにこうやって手で口の中に餌を押し込んで捕食していくわけですね。歯もないのであんまり大きな獲物は捕食できずに、まあ、こういう水中の小さな生き物を食べています。ピパ科という分類に分類されていて、まあ名前の通りピパピパと同じ分類ですね。ピパピパも同じように舌がなくて手を使って獲物を押し込んで食べますよね。後ろ足が非常に水かきが発達していることからもわかると思うんですけども、完全な水中性のカエルで生涯陸地に上がるということはほとんどありません。なので飼育するときも特に陸地とかは必要としないですね。呼吸するときは自分で勝手に水面まで泳いで行って呼吸してくれます。日本でね、外来種として定着して繁殖までしてしまってるぐらいなんで、まあ、飼育は結構簡単です。日本でも1箇所だけじゃなくて複数箇所で定着してしまってる場所もあるみたいですね。で、結構餌用に使用されることの多いカエルなので需要が高くて、商売として養殖をされている方もたくさんいらっしゃいます。なんかもうアフリカツメガエルの養殖がフランチャイズ化されてて、うちでアフリカツメガエル増やしませんかみたいなホームページも見ることありますね。井戸水なんかがある農家さんとかが副業で井戸水かけ流しで養殖してたりするみたいです。それが実際に儲かるのかどうかはわからないんで、やろうと思っている方はしっかり調べてからやった方がいいと思いますけどね。繁殖が盛んな分ね、突然変異とかもちょこちょこ出るみたいで、アルビノなんかもかなり安く流通しています。一緒にね、大きめのアフリカツメガエル購入して飼育するのも楽しそうですね。ちょっと探そうかな。大きな方のアフリカツメガエルがご飯食べてくんないからずっとこいつが食べてますね。大きい方はまだ環境に慣れてないのかもしれません。ちょっとそう考えると赤虫多かったかな。こいつも食いまくってくれるけど、意外とね、この動きに反して食えてる量はそこまで多くなさそうなんですよね。ずっと口に引っかかってたりするし。
なんか口にくっついてるやつも自分の手の動きで弾き出しちゃったりもしてるし、エネルギー効率そんなに良くなさそうな感じもしますね。その分たくさん食べないとね。今回赤虫だけ与えてますけど、赤虫だけじゃなくてね、鎮光性の肉食の熱帯魚用の餌とかも食べてくれますんで、そういった人工飼料も上げることによって栄養バランスが保たれるかなと思います。お、一旦呼吸タイムですね。そう、こうやって自分で水面に上がって呼吸をしますんでね。なんかちょっと手を上げてるみたいで可愛いですよね。はーいみたいな感じで、効果が上がってるように見えて、笑ってるように見える口とか、ちょっと離れていてアホ面っぽい感じの目とか可愛いですよね。赤虫って結構水が汚れやすいんですけど、あえてろ過装置はつけないようにしてます。そう、こういう完全水性のタイプの生き物を飼育するときって、ろ過装置をつけてると見た目の水の綺麗さは上がるんですよね。ウールマットの物理ろ過で見た目で分かるような、もう大きな濁りとかの汚れは吸収してくれるんで、水の透明度は上がってるんですけども、その実水の pH 自体は下がっていて、水質としては悪くなってしまっているということがあったりするんで、そういったことを防ぐために、水が汚れたらすぐに目視で分かるように、あえて何も入れずに止まった状態の水を作っています。そうすることで、もう水が汚れたらすぐに全換水するということで、確実にきれいな水を保てるようにしています。という感じで、今回の動画はアフリカツメガエルをたくさんいただきましたので、爬虫類館で飼育展示に使っていきたいなという動画でございました。また今後もね、アフリカツメガエルの動画出すかな、どうだろう、ちょっと同じような動画になっちゃうんで、あんまり出すかもわかんないですけど、まあ、出したいとは思ってます。可愛いんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。